どうも、エルザです。それでは、ウィッチャー3、ワイルドハントやっていきたいと思います。さあ、シリ編ですね。まあ、とりあえず、眠ってたらしいけど、起きてサウナに行くという感じかな。まあ、服は乾いてないんでしょう。筋肉を使ってるってことだ。鶴が鼻に引っかからないように気をつけろよ。パパ、分かってるってば。さあ、結構距離あるね。スモリを見た？あれが服を着て、金色が眩しく、みんなやられるかと思ったよ。夜にプロポーズするつもりだって聞いたよ。さあ、ここ。さーて、じゃあそのボロ切れを脱ぎなさい。全部？もちろん。あ、そういうこと？こっち行って、使うと。そうだね。まあ、そう。サウナに行こうか。とりあえず体力がね、そもそもだいぶ削れてたしね。さあ、服を着て去る。アストリッドね。お父さんによろしく。お父さんね。まあでもだいぶ世話になったわ。なったか。臆病者になった理由だよね。ああ、来たね。馬の準備はできてるよ。ええ、行きましょう。そうだ、その妹が変なことを言ったりしてないといいんだが。ごめんなさい、時間がないの。おしゃべりをしたい気分になれないの。ああ、そうだね。どうでもいいことだ。俺はニオルドに乗る。君はグレーバックに。若くはないが、そいつは。急いで早く逃げるのよ。ここにいろ。俺が。私なら大丈夫よ。ん？刀持ってないよ。いやー、ワイルドハントが来たか。グリーンが使える。相手が誰か分かってるか。いや、相手がワイルドハントやけんね。さあ、一体ずつ減らしていき。ワイルドハントこんな身なりなんだね。で、おお、これ回復しなかったらここが大変だったっていう感じだね。こいつ魔法使ってくんのか。さあ、これで OK。
け。あ、馬にはまだ乗れない。いたね。でも別に戦わにいいのか、この感じは。お前強いな。よし行こう。気にしなくてよ、下げ。あ、でも行けないしね。倒せないといけない感じか。いや、馬乗っていいね。な、今のはなんだ。ワイルドハントよ。ラグナロク、世界の終末だ。まだ終わりじゃない。あいつらは私を探してる。馬に乗るんだ。山までの道を教える。ありがとう。どうやってお礼をしたらいいか。無事にたどり着けたらでいいさ。行こう。気をつけろ。急ぐんだ。これで臆病者になったわけね。まあそうだね、向こうからに身内とかからしたら確かに、ね、家族の方が大事だろうからね。さて、いやー常にダッシュやね。さあ気力回復して、でダッシュと。結構距離あるね。降りろ。その生き物はどうなったの？今はどこに？苦しい。どうなの？見た。
去りなさい。やつらに俺の名前を。去れと言ってるの。そうだね、大丈夫か。エレファ、大丈夫か。もう大丈夫。この呪文、口の中でたくさんのゴキブリがうごめいてるっていうか、汚物の中を泳いでるようなそんな感覚だった。聖なる園どうだ。聖なる園に何が。枯れたの。見ての通りよ。ほら、大量のエネルギーがいるって言ったじゃない。こうなることを知ってたな。先に言おうとは思わなかったのか。きっと反対したでしょ。そういう慎み深いところは可愛いと思うけど、時には邪魔になる。かわいそうだったのでは。まあ、聞いてみたい気がする。かわいそうだったんじゃないか、あの青年は。ゲラルト違うわ。あれは悪臭のする腐りかけの肉の塊よ。私の魔法で話してただけ。話してただけじゃない、苦しがっていた。そう見えたかもしれないけど、もう人間じゃないの。分かってゲラルト。ゲラルト、話したいのは分かるけど、場所を変えましょう。一刻も早く立ち去りたいの。いいでしょう。聖なる園、私たちの庭園が。どうして手を貸してあげたのに。まあ、その言い逃れができるなんて思わないで。この怒りは正当なもの。あなたたち絶対に償ってもらいます。そうだな、すまない。すまない。それだけですか。他に言うことはないと。何も言い訳はできない。あなた方の所業はスケリッジ中に知れ渡るでしょう。待って、私なの。ゲラルトは止めようとしたわ。私が聞かなかったの。悪い予感はしていました。用心せよとは言われてたけど。女魔術師め、何人も何時に門を開かず、何人も何時の上を満たさず、何人も何時の傷を癒さず。イエネファ、一人で罪をかぶるな。そう望んだの。とにかく今はスヒャールから聞いた話に集中しましょう。そうね、シリンはまあスケリッジはいないけどね、例の醜い生き物が関係あるよね。例の醜い何かがシリンに繋がるんじゃないか。あれに、いや、あいつに似たのを見たことがある。どこで。ベレンだ。最近まで領主の男爵が住んでいた城にいた。今はアーダル兵士長が領地を治めているが。そこでその生き物を探さなきゃいけないわね。飼うかさらうか。どう見てもあれは呪われている。まともな頭をしていないだろうし、会話ができるとも思えない。ブツブツ言ってても始まらないわ。たかが呪いでしょ。女魔術師とウィッチャーの手に負えないものなんてないわよ。聞かせて、もし、なんでもないわ。何か言いかけていたか。俺に何か聞こうとしていたな。それはあの生き物がシリだったりする可能性はあると思う。その例えば何かしらの呪いで姿を変えられたとか。考えたくもないな。考えなきゃいけないの。可能性はある。シリはノビグラドで強力な呪いを解こうとしていたらしい。
だが今その可能性まで気にし始めたら頭がおかしくなりそうだ。できることをするしかない。さあ、シリはスケリッジにはいない。あまり情報は得られなかったが、シリがもうスケリッジにいないってことだけは確かだな。ベレンにもノビグラドにもいない。また見失ってしまった。一度これまでに分かったことを整理した方がいいかもね。何か手がかりを見落としてるかもしれない。そうだといいが、シリは一体何に巻き込まれたんだ。想像もつかない。でも何にせよ私たちが無事に救い出すのよ、絶対にね。どうする。スケリッジでのシリの足取りはくまなく多い。可能性は全て潰した。そろそろ大陸に戻る時かもな。その前にもう一つ大事な用事があるわ。なんだ。ラービックの戦士の家に来て、そこで話しましょう。わかった。ではラービックで。わかった。ラービックで会おう。ありがとう。庭園でのことも感謝してる。あなたがいなければ無理だった。何もしてないぞ。ゲラルト知ってるでしょ。私はめったに人を褒めないし、褒めるときは心から言ってるわ。さあレベルアップ。一人だけ馬で。さあ、どううち。で、こっから目的地だよね、次の。フラヤ。その調子だ、ローチ。ヴァンガーバーグね、ユニファースト。行け、ローチ。ゆっくり。ああ、そういうことか。はいはいはい。はいはいはい。危ない危ない。ここにマーカーがついてるのだけがちょっとあれだけど、ファストトラベルあったかな。上か。いや、ここ。あるか。いや、ない、ね。どこどこ、これ、あ、これ。いや、看板のつもりやった。さあ、ウーマを引き渡してもらうには、世界地図に帰って久しぶりのベレンだね。ベレンのどこだどこだ。ヒゲ男爵の領地は、どこだったっけ。大瀬クロパーチか。さあ、久しぶりに帰ってきたね、ベレン。さあ、目的地行くか。まあ武器もちょっと修理したりしたいけどね。あとはそうだ、錬金術は、まあ、特には新しいのなしか。お、下流はいいかな。スキルポイント1か。アートね。アートは取っておこう。で、これをつけておいて、とりあえずね。ああ、そうそうそう。あとは武器手に入れてたよね。しれーっと。あ、でも。
まあそんな強くないわな。馬に水をやる時間。もう久しぶりだけどね。男爵ねえ、もういないからね。代理がどういう対応するかだな。あ、男爵の兵士長がだよね。ここで生きてたら男爵と直接話するから、意外と簡単に話が終わったりとか、そうなってくるんだろうね。こっちかな。ご用件は。さあ何を見せてる。で、ま、高くは売れないか。修理。全部でいいね。さあ、またな。じゃあな。さあ、どういう反応になるか。超ご機嫌やねえか。ここに何の用だ。いたね。話がある。なんだ。ウーマをもらいに来た。ウーマを連れて行きたい。私に許可をもらいに来たの間違いだろう。今は私が仕切っているのだから。許可は求めていない。もしお前が止めたければそうすればいい。だがそうすればお前の統治はここで唐突に終わりを迎えることになる。そんな脅しが効くと思うか。後悔することになるぞ。分かった。奴に命を懸けるほどの価値はない。世話係に会え、喜んで引き渡すはずだ。あの化け物は大ぐらいだからな。感謝する。まあ聞き分けがいいのか。まあね、変わったからね。男爵のメモ、ベレンのプレイヤーという、まあ掛け事の話だね。世話係はしたか。いや、外か。どこだ。外だね。まあアイテムは取れるだけも取ってるからね。さあ兵士長がね、すっかり自分の島と言わんばかりに。これが男爵だとまたちょっと早いんだろうね、話がね。ウーマを連れていく。なんだって。アーダル兵士長の許可はある。連れ帰ってこいよ。そいつがいないとつまらなくなる。他の娯楽を見つけろ。他に何か見つけるんだな。カエルを捕まえてケツに藁でも刺して遊ぶのはどうだ。ウィッチャーはそうやって遊ぶのか。少し違うやり方をするが、お前で試したくはない。さあ扉を開け。おい、お前。あれはローチだ。ケイヤモルヘンに行く。さあ来い。なんだ。もういいだろう。行くぞ。
ニルフガードの騎兵隊のお出ましか。何の用だ。陛下は貴様にご不満だ。では別の誰かに頼め。陛下のお言葉は常に命令だ。我々とビジマまで来るんだ。本気か。試すのはやめておけ。わかった、案内しろ。そして第三師団は西から侵入し、バングリーンを制圧する。恐れながら皇帝陛下、諜報員の報告ではバングリーンの守備隊はほぼ全員が傭兵とのことです。では買収か。兵を一人も死なせずに済むかと。そして時間の無駄もない。やから命令を出せ。その後執行する。仰せのままに、直ちに。皇帝陛下、イエネファ。挨拶を交わすために来させたのではない。報告しろ。仰せのままに、陛下。シリの、この男がシリ捜索の手がかりだ。要は確実な糸口を与えたはずだ。諜報員と宮廷魔術師の力添えもあった。それなのに貴様は我が娘の代わりにこの怪物を連れてきたというのか。何か言い分があるはずだ。星草の中で針を探すような任務でね。今この瞬間にも困難な仕事だと思う。それが何だ。よく聞け。要はこれまで地上で最も広大な半島を治めてきた。うちからは商業協会や貴族に命を狙われ、外では北方との戦を指揮し数千の兵を率いてきた。仕事の難しさで同情してもらえるなどと思うな。俺は手がかりを追ってみた。シリはまずスケリッジに現れた。エルフの魔術師とな。イエネファーが詳しい。ワイルドハントに捕捉され、二人はベレンへ逃げることになったようです。そこで二人は別れた。シリはしばらく漁師と過ごしたようだ。自称男爵の進化は把握している。男爵の助けでシリはノビグラドへたどり着き、そこで暗黒街の連中といざこざを起こした。そしてスケリッジに戻り、エルフと合流したようだ。そしてまたワイルドハントと出くわしました。シリとエルフは船で海へ逃げ、翌日船が岸に戻った時、乗っていたのは彼だけでした。うん、ほぼ価値のない情報だな。少なくとも多忙ではあったようだが。この怪物こそがシリかもしれない。この怪物こそあんたの娘かもしれない。これは呪いの産物だ。正体は別の誰かだ。呪いを解けるか。徹底的に調査を行いました。ですがこれを解くには呪いをかけた時の言葉が必要かと。バフェイル・エレイン、ケドミル・フォリエ、グライディブ・ドルネ・エプテナイド、ブンドロー・イスネ・イアチュス。ダンデリオンに教わった。シリから聞いたそうだ。ようやく嬉しい驚きをくれたか。レディ・エネファー、質問の答えがまだだ。はい、おそらく可能かと。でも詳細には興味がない。ゲラルト、成果を上げたとは言い難いが、それでも世の無能な諜報員どもよりは大きな成果だ。約束の半分の報酬を授けよう。残りはシリを連れてきた時だ。わかった。わかった。今回はここまでとしよう。下がってよい。
痛烈な皮肉はどうした。イエネファ、スケリッジは協力を拒んですまない。イエネファ、スケリッジではつまらなかった。やめて、何も言わなくていい。イエネファ、もうやめて、お願い。さあ、呪いを解く方法は。ウーマの呪いを解くには、ケイアモルヘンに連れて行くわ。あなたとウーマとローチを一度に瞬間移動できないのだから。馬で行く。瞬間移動は昔から苦手でね。気をつけてね。待て、ほら、君が保管する方が良さそうだ。ええ、もう行くわ。ゲラルトは長きにわたるシリ捜索の旅路の結果、この世で最も醜い男ウーマがシリの居場所にたどり着く唯一の鍵だと結論付けた。そのウーマにかけられた呪いを解くため、ゲラルトは世界でも有数の闇の呪文の専門家たちが集ううち、ケイアモルヘンのウィッチャーの砦にウーマを連れて行った。大丈夫だろうち。砦のそばなのにフォークテイルが駆除をサボってるやつがいるな。久しぶりじゃないか。まったくだ。それで旅はどうだった？穏やかだった。フォークテイルが頭上をかすめた時、乗客が少し驚いたがな。ああ、こいつはなんだ。目や耳、鼻が変形しとる。それに裂けた唇、こいつは一体。よしよし、落ち着け。イエネファーが言う通り、可愛くはない生き物だ。なぜそんなに汚れてる。そっちもなかなかの様子だ。なぜそんなに汚れている。ん？ああ、これか。モルタル用に石灰を混ぜていたんだ。崩れる前に壁を修理しないと。一人では大仕事だ。ランバートとエスケルはどうした？手伝う気はないのか？いや、あいつらはイエネファーに力を貸しているよ。相変わらず人使い荒いね。イエネファーは来たか？来てるぞ。何かあったって顔だな。ゲラルト、彼女は何と表現するべきか。自立していて意志の強い女性なのはわかる。だが礼儀を学んだ方がいい。挨拶すらなかった。瞬間移動してきて呪いを解かなくちゃ。これをしてあれもして、だからエスケルとランバートを借りるわとさ。それから客まで模様替えを始め、バルコニーからベッドを放り出した。いやね、はいいベッドだったわ。いいベッドだったのに残念だな。だろう。カシの枠にダウンのマットレス、トリスが気に入って。ああ、なるほどな。それか、カシの家具が嫌いかのどちらかだ。イエネファーの計画は？イエネファーの計画は？知らん。説明はなしか。呪いを解くために何が必要かは言っていた。どう使うかではなくてな。わしらの質問は無視だ。
怪しいな。まあ理由があるはずだ。ちゃんと理由があるはずだ。あるにしても一つではなかろう。とにかく彼女は集中してる。わしらに邪魔されたくないらしい。みんなはどこだ？他のみんなは？エスケルはフォークテイル狩りだ。小さいうちに数を減らしておきたいし、イェネファーはそいつの内臓を必要としている。まあ、いわゆる一石二鳥だ。ランバートはまだ城にいる。エレメントの力でジムを強化するために山に入る準備をしてる。それで、イェネファーは？メガスコープを組み立ててる。キーキーなる機械を持って走り回り、何かを探して力を貸してほしかったようだが、年寄りには無理でな。俺が来たことを伝えたい。そうだろう。だが首に腕を回して抱きついてくれるとは思うなよ。なんかすげえことになってるな、ローチ。さあ、フェスミルはそこにいると。さあ、とりあえず、イエネファーの向きに行くか。フォークテール狩りとかもしないといけないわけだね、一緒にね。相手は取っても多分何も言われんだろうな。さて、こっち。いやでもケイアモルヘンは最初だね。ほんとオープニングの時にチュートリアルで来ただけだから、まあなんていうかね、まあ、初めてと言った方が正しいのかもしれないね。ここら辺の作りは確かにあんま知らないもんね。見覚えのある筆跡、ベレンガーのだ。何年もここに置かれていたのか。筆跡ね。剣を作っていたのか。しかもメモの内容からするとただの剣じゃない。トーヘルンだ。ベスミルと話そう。ベレンガーが相談したはずだ。進捗具合を覚えているだろう。ああ、いい刀なのかな。その話し方だとね。ああ、ペスミル、ちょっと話しとかないとね。こっちは特にはって感じだけど、やっぱ相手の隠してあるね。てか、ちょっと、あれじゃない？相手があるにしては、なかなか、良さげなものが多くないか。あ、隠れてたね。ああ、達人。修理で達人は助かるね。おお、危ない。まあ、それ取ったし、反対側も見てみるか。ウェセミル、ちょっと話先しときたいな。イエネファー話すとも進みそうだしね。いや、ほんと鳥で要塞だね。まあ、ケイアモルヘン。そうだね。あんま来ることはないだろうし。いや、股間めっちゃ崩れてるな。まあ、でもこれだけの人数だと、守りきれるものではないよね。さあ、アイテムはここまでちゃんとは揃ってないか。いや、めっちゃ修理道具あるね。何？なんかある？もしかしてここまでアイテムがあると。いや、そういうわけじゃないか。鍛冶屋がないからか。あ、さあ、それではちょっと話進めましょうか。
まあ城内入って、おおすごい、そうだね、確かにこの中をちゃんと見るっていうのは今が初めてだから、おおすごいすごいすごい、あこんなしっかりしてたんだね中はね。そうだね、倉庫あるし、ちょっとアイテム預けようかな。重さもちょっと200近くあるしね、150ぐらいだけど、なんかあったかな。でも素材とかね、全部預けてみるのもありっちゃありだけど、この後はちょっと別で整理するか。意外となんか使うとかね、あるから、まあ、本は、読み物はゼロだから気にしなくてもいいんだけど、でもそんな預けるっていうほどのものなかったりするしな。うん、そうだね。お、ダンバードがいる。これは霊薬か。いや、単なるジャガイモ種だ。おう、俺の帰還祝いか。いや、俺自身への選別だ。聞いてないのか、女魔術師様からエレメントサークルの力で呪具を強化するよう頼まれたんだ。それがあの怪物から呪いを解くのに不可欠だそうだ。あの怪物はシリかもしれない。お前が言うところの怪物がシリかもしれないんだぞ。ああ聞いた。少しは思いやりを見せろよ。見た通りに呼ぶ、それが俺だ。苛立ってるのか。いいさ、喧嘩先で、まあ避けとこっかな。はい、忘れろ、お前と口論する気はない。ああ時間がない、怪物が待ってる。ランバート、すまん、シリラかもしれないんだったな。あまり乗り気ではなさそうだ。あまり乗り気ではなさそうだな。そうとも、サークルへの道のりは散歩とは違う、いろいろな意味でな。一緒に行こう。うん、名高き白狼がそばにいれば足取りが軽くなるかもな。じゃあ準備はいいか。いや、まだ少し待ってくる。やることが ってことは、あれか、話進めていかないといけない感じだけど、クエストがいろいろ変わる感じか。あれかな、スケリッチっていうか、シリ探すときみたいな感じになるのかな。それでやたらか、こういう回復系がいっぱいあるんだね。最後の試練、フォークっている魔力干渉。だよね、ユネファイク、まあそれもやってた。ランバード見つけるだね。だからケイアムル編のこれが、あーやっぱそうだね、3つだね。あーなるほど、まあレベル19ぐらいか、ちょっとレベル1上ぐらいの感じだね。ちょっと手こずりそうな気はするが、まあサイドクエストだいぶほったらかししたからね。まあこれくらいにしときますか。はい、ということで今回はここまでにしましょう。まあ、なかなかランバートと結構争いする感じじゃないけどね、試練あるみたいなんで、次回はこのクエストをどっちみち終わらせないといけないので、3つを終わらせて、進めたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。